みんな疲れていい？ぬっきーだよ。はい、本日はね、餃子店の2階に来ております。そしてなんと今回自撮り動画となっております。今日やっていくのはね、なんと最近というか結構前から流行っている映えスポットみたいなやつをちょっとね、景品で再現してみようかなって思います。そうだな、今回どんな感じの方がいいかな。ではちょっと探しながらやっていこうと思います。では、はい、はい、それでは早速ね、探していきたいと思います。そうだな、ゆるふわ系を目標にしてちょっと探していきます。では行きましょう。あ、そうだ、この子いいかも。この中からちょっと素材をね、一つ探しましょう。では次、この子なんて良さそうじゃない？なんかディズニーって感じがしますね。なんかドナルドダックの方かな。なんかピンク色で綺麗ですね。桜って感じがする。はい、ではちょっと景品集めてまいりました。今回集めた景品はね、まず最初この子、ドナルドダックの桜ですね。ドナルドダックの桜ですね。それともう一個、じゃん、ちょっと名前わからないけど、なんか可愛いゆるふわっていう感じのティラノっぽいやつ、恐竜ですね。では次、こちら豆柴三兄弟、なんか桜色のやつ、頭にね、お団子が乗ってるの。そして次、カービィのなんかよくわからないやつ、いい感じの箱なので、ちょっと土台として用意してみました。そして最後、こちらを撮ったやつは写してないね、前ゲットしたこちら桜のやつ。今回は電池入れてあります。このままポキって入れるとこうやって光るやつ、綺麗だね。では今回はね、こういう景品たちをゲットしてきました。早速飾ってみようと思います。では映像をどうぞ。はい、ではね、今日はこんな感じとなりました。ぜひ皆さんゲットしてみてはいかがでしょうか。それでは見てくれてありがとうございました。こちらの動画のチャンネル登録や高評価、コメントなんかもぜひぜひお待ちしております。 Twitter もやっておりますので、そちらをチェックお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。